トゥーブリッジーズから見た、イースト川とブルックリン橋及びマンハッタン橋。トゥーブリッジーズは、ニューヨーク市マンハッタン区ダウンタウン南東部に位置する地区である。その境界は、厳密に定義されているわけではないが、イースト川同様、ブルックリン橋及びマンハッタン橋に囲まれたエリアである。ロワー,ーイーストサイドの南端を形成している。トゥーブリッジーズには、数々のテネメントや、 ラガーディアハウジーズなどの公営住宅プロジェクトが集中しており、長らく移民の住み込み地区であった。移民の出身国は、当初はヨーロッパ系、その後はラテンアメリカ系、近年は中国系が主である。トゥーブリッジーズ歴史地区は2003年9月にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。ここはマンハッタンで唯一、スターバックスの店舗がない地区である。 2010年現在、実験的、非主流の音楽施設、EN ダウンタウンミュージックギャラリーがこのエリアに本拠を置いている。ブルックリンとマンハッタンの間のイースト側に架か,かる、ブルックリン橋とマンハッタン橋。トゥーブリッジーズの厳密な境界は定められていないが、おおよそ、南端はイースト側、北端はイーストブロードウェイ東端は、 モンゴメリーストリート生誕はセントジェームズプレイス及びブルックリン橋である。しかしながらトゥーブリッジーズアーバンリニューアル地区はマンハッタン橋からウィリアムズバーグ橋の間に広がっている。隣接する地区は北にロワー,ーイーストサイド、西にチャイナタウン及びシビックセンター、南にサウスストリートシーポート及びフィナンシャルディストリクトがある。トゥーブリッジーズは歴史的に アイリッシュとイタリアンの地区であったが、戦後1950年代には、公営団地が多く建てられそこに、黒人やヒスパニックが多く住み着くようになった。より近年は、第一世代及び第二世代の中国系移民がこの地区に移り住んで、来ている。また、家族連れや若い社会人たちがこのエリアに安い家賃を求めて住み着くようになってきており、そのためのマンションも建てられてきている。 ブルックリン橋とトゥーブリッジーズの公営住宅プロジェクト。2003年9月、トゥーブリッジーズ歴史地区は、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。この地区は9ブロックにわたり、イーストブロードウェイ、マーケットストリート、チェリーストリート、キャサリンストリート、マディソンストリート、そしてセントジェームズプレイスに囲まれたエリアである。主なランドマーク。ありがとうございます。